2022年2月、ロシアがウクライナに侵攻、世界中から非難を浴びますが、この83年前にも当時のソ連はとある国に侵攻していました。時に1939年、相手から攻撃を受けたとソ連が偽り、不可侵条約を破棄して攻め込んだ国は北欧の国フィンランド。ナチスドイツと連合国との間ですでに第二次世界大戦が始まっていた中、ソ連は独立を果たしたばかりのフィンランドに侵略の手を伸ばします。1週間も持つ前と世界中から憐れまれたこの国は、ソ連からの理不尽な要求を跳ねのけ、独立を守るために銃を手に取り戦う道を選びます。誰が見ても勝ち目のない戦い。しかしそこでソ連兵を待っていたのは、フィンランド兵の巧妙な戦術と白い死神と言われた伝説のスナイパー。圧倒的な力を持つ大国からある日突然侵略されたら、小国が立ち向かうための戦い方をフィンランドは見せつけたのでした。こんにちは。2022年2月24日、ロシアはウクライナに対する軍事侵攻に踏み切りました。世界各国は24時間以内にウクライナの首都キエフは陥落するだろうと予想していましたが、ウクライナは驚異的な抵抗を見せます。実はこの83年前にも似たような戦争があったことをご存知でしょうか。1939年、ソ連フィンランド間で勃発した冬戦争。この冬戦争にはロシアのウクライナ侵攻と似ている点がいくつかあります。まず、理不尽な要求を一方的に叩きつけ、それが拒否されたら軍事侵攻に踏み切るという強引な手法。そして両国には圧倒的な国力差、戦力差があったことです。人口1億7000万人のソ連に対し、フィンランドは350万人。人口以外のさまざまな面においても、誰がどう見てもフィンランドに勝ち目はなかったのでした。もう一つは、周辺国から同情は買っても積極的な軍事支援は得られなかったことです。当時すでに第二次世界大戦の真っ最中であり、周辺国はソ連を敵に回して戦線を拡大することは避けたく、フィンランドに軍を送るなどの直接的軍事支援は行いませんでした。また国際連盟もソ連に対して友好打を与えることはできず、フィンランドは自力で大国ソ連に立ち向かわなければならなかったのです。1週間も持たずに併合されるだろうと世界中からその運命を憐れまれますが、フィンランドは屈服せずに銃を手に取って戦う選択をします。そして誰もが長くは持つまいと思っていたこの戦争は、フィンランド軍の巧みな戦術と一人の死神によって思わぬ方向へと進むことになります。この動画を作成した2022年3月12日現在、ウクライナは未だ驚異的な粘りを見せています。ウクライナがロシアに対抗するための秘策がもしかしたら見つかるかもしれません。今回はソ連フィンランド間で起きた冬戦争、雪中の奇跡について解説します。1939年8月23日、ソ連とナチスドイツの間で不可侵条約が調印されたところから話は始まります。不可侵条約とは、お互い侵略や攻撃を行いませんよという約束ですが、実はこの時結ばれた不可侵条約の中には、東ヨーロッパをソ連とドイツの勢力圏に分割するという密約が含まれており、ソ連とドイツは結託してヨーロッパを支配しようとしていました。1939年9月1日にドイツが、続いて9月17日にソ連がポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発。ポーランドは独ソ両国によって東西に分割されます。ソ連は東ポーランドを併合すると、次にエストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国に手を伸ばします。目立った抵抗を受けることもなくバルト三国を併合し、立て続けに今度は自国から独立したばかりのフィンランドに目を向けます。ソ連第二の都市であるレニングラードと近すぎるフィンランド国境は、かねてから安全保障上の課題となっていたのです。そこでまずバルト三国にソ連の支配下となるような条約を強制的に結ばせた後、フィンランドに対して協議を申し入れます。しかしそこでのソ連の要求は、フィンランドからしてみれば到底飲むことはできない理不尽なものだったのです。一の交換は、原生林が広がるど田舎の半島をやるから、フィンランド屈指の工業地帯であるカレリアをよこせというジャイアンもびっくりな条件で、2はフィンランド国内にソ連軍が駐留することを意味し、喉元にナイフを突きつけられる格好になります。こんな不平等極まりない要求を受けたフィンランドでしたが、涙を飲んで国境線10キロの前進と
フィンランド湾の島の割譲は認めます。しかし要求が2つしか認められなかったことに対しソ連が激怒、なぜお前が怒るというツッコミを入れる間もなく、1939年11月30日ソ連はフィンランドから砲撃を受けたとでっち上げ、フィンランドへ侵攻を開始します。こうして理不尽な要求からのでっち上げで冬戦争が始まります。そこにあったのは圧倒的な国力差、例えるなら象体あり。周辺諸国は1週間も持たずに勝負が決するだろうとフィンランドの運命を憐れみますが、ありにはありの戦い方があったのでした。第一次世界大戦止まりの旧式装備しかないフィンランド軍19万人に対し、ソ連軍は45万人を動員。大軍で攻め込んできたソ連軍でしたが、逆にその大軍が仇となります。幅の広い道路も少ない上に、深い森と湖が多いフィンランドでは大軍も一気に進軍することができず、部隊を分散させて進軍させようにも巨大な岩が道を塞いでいるのです。この岩は氷河によって生み出されたフィンランド特有のものであり、コンクリートの原料は乏しくとも大きな岩は豊富にあったのでした。こうしてソ連軍は細い道を一列で進むしかなくなり、この長く伸びたソ連軍の車列はフィンランド軍にとって格好の標的となります。フィンランド軍は長く伸びたソ連軍部隊の最前列と最後尾をまず撃破し、動けなくなった中央部の敵部隊を包囲するというモッティという戦術を得意としました。動けなくなった敵の中央を始末するのはフィンランド兵ではなくフィンランドの自然。そのまま放置しておくことでマイナス40度の極寒がソ連兵の命を奪いました。ソ連兵の多くはキルギスやウズベクなど温暖な地方出身で、雪など一度も見たことがないものが大半を占めていました。彼らは寒さから身を守る術を知らず、しかもソ連は戦争は3日で終わると本気で考え、十分な防寒着すら支給していなかったのです。フィンランド軍はソ連兵の士気が低いことを見抜いており、捕虜になれば温かい食事を提供するという宣伝ビラを撒いたり、マイクで投降を呼びかけたりしました。寒さに耐えかねたソ連兵は焚き火をして耐えしのごうとするも、当然のごとく自らの位置を暴露することになり、フィンランド軍から集中砲火を浴びることになります。ソ連兵は反撃しようとするも、銃のオイルが凍結していて銃を撃つことすらままならず、逆にフィンランド兵は寒冷地仕様にカスタマイズした銃を軽快に作動させ、慣れ親しんだスキーに乗って音もなく森の中に消えるのでした。戦力で圧倒的に劣るフィンランド軍は正面から戦うことを避け、巧みなゲリラ戦を展開。防衛線の内側に退却しつつ、ソ連軍の休憩所となりそうな建物は全て破壊。テントすら不足していたソ連兵に休息の場を与えず疲弊させます。また司令官のカール・グスタフ・マンネルヘイム元帥が、呪われたものだけ敵の手に残るであろうと言ったように、ソ連兵が手に取りそうなあらゆるものには爆弾が仕掛けられ、補給線の伸びきったソ連兵たちはさらに困窮します。逆にフィンランド軍は撤退したソ連軍から兵器や物資を鹵獲。装備が貧弱なフィンランド軍にとってこれらの鹵獲武器は貴重な戦力となり、我々にはたくさんの機関銃が必要なので、ロシア人はもっと持ってきてくれないものかとまで語ったフィンランド兵もいたほどでした。戦力に勝るソ連軍は T28 や T35、T100、KV-2 など多種多様な戦力を投入し、力ずくで進軍しようとしますが、フィンランド軍は手榴弾や火炎瓶を投げてこれらを撃破。自慢の戦車が肉薄攻撃に弱いことを察したソ連は随伴歩兵をつけて戦車を守ろうとしますが、それをなぎ倒したのが白い戦闘服を着たフィンランドのスナイパー、シモ・ヘイヘという名を一度は聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。シモ・ヘイヘ、通称白い死神。身長152センチと軍人には似つかわしくない小柄な体格ながら、伝説として語り継がれるフィンランド軍のスナイパーです。確認が取れているだけでもスナイパー史上最多の542名を射殺。その記録は現在もなお破られていません。というか永遠に破られることはないでしょう。他にも動画1本分にもなってしまうほど多くの伝説を持っている兵兵ですが、この542という数字は狙撃のみによる戦果であり、これに加えて KP-31 サブマシンガンを用いて記録では200人以上、非公式なものを含めれば狙撃による戦果の542人よりも多くのソ連兵を殺害したと言われています。
彼は軍に入る前は山で漁師をしており、その時に培った狩猟の経験が大いに役立ったといいます。発見されることを防ぐため、吐息が白くならないように雪を口の中に含むなどの徹底ぶりだった兵兵は、驚いたことにスコープを使用せず、銃身についているアイアンサイトのみで狙撃を行っていました。これは漁師自体からの習慣、装備の軽量化に加え、スコープのレンズによる光の反射で位置を悟られるのを嫌ったためです。彼はスコープなしでも300メートル以内ならほぼ確実に敵の頭を撃ち抜いていました。何倍もの敵に立ち向かうフィンランドに対し、自然も味方します。開戦間もない12月上旬は例年より気温が高く、沼や湿地には薄い氷しか張っておらず、戦車や車両の通行を妨げました。12月下旬になると一転して記録的な寒波が襲い、ソ連軍は凍死者が続出、戦車のオイルが凍結して動かなくなるなど進撃に遅れが目立ち始めます。いつまでたっても作戦が進まないことに苛立ちを見せたスターリンは撤退を認めない命令を下しますが、これが余計にソ連軍の損害を拡大させました。フィンランド軍に前後を封鎖され、身動きが取れなくなったソ連兵は撤退することも許されず、マイナス40度の中ただただ凍死していきました。予想以上に粘り強く戦うフィンランドに国際世論は味方し、雪中の奇跡としてこれを称賛します。明らかな侵略行為に対して世界各国から非難を浴びたソ連は、1939年12月14日に国際連盟から追放されたものの、これはソ連の行動に何の影響も与えませんでした。補給物資も続々と寄せられますが、ソ連との関係悪化を懸念した周辺国は軍隊を送るなどの積極的な軍事支援は行いませんでした。戦場ではフィンランド兵は自分たちは負けていないという実感を持っていたかもしれません。しかしながら周辺国からの積極支援もなく、大国ソ連に孤軍奮闘していた小国フィンランドはやがて戦いを続ける力を失っていくのでした。ソ連が3日で終わると考えていた戦争は4ヶ月近く続き、フィンランドの戦死者2万5000人に対し、ソ連は戦死者12万7000人というありえない大損害を出し、停戦協定が結ばれました。1940年3月12日、モスクワ講和条約が締結。かろうじてフィンランドの併合は避けられましたが、産業の中心地であるカレリア地方を含む領土の約 10% をソ連に取り上げられるなど、その内容は過酷なものでした。小国に辛酸を舐めさせられ、面目を潰されたソ連はフィンランドへの嫌がらせとして物資の輸出入を差し止め、経済的に圧迫する一方、さまざまな形で内政干渉を行い、フィンランドの経済状況が悪化していきます。そこに手を差し伸べたのは皮肉にもナチスドイツ。ドイツはフィンランドと積極的に貿易を行い、これを支援。フィンランドの民生用物資の約9割がドイツからの輸入となり、1940年8月には両国は密約を結び、ドイツ軍がフィンランドに密かに駐留することになります。冬戦争では世界中から同情的な目で見られていたフィンランドでしたが、この一連の動きによって連合国からは枢軸国とみなされるようになります。また小国であるフィンランド相手に苦戦するソ連軍の弱体化ぶりを見て、ドイツはこの後のソ連侵攻に踏み切ったとされています。ソ連にひどい目に遭わされたフィンランドは、不当に奪われたカレリア地方を奪還すべく復讐戦争を計画。ドイツが西ヨーロッパの支配者となり、ソ連と対峙する様子を見せると、フィンランドはさらにドイツに接近。1941年6月22日、ドイツによるバルバロッサ作戦の発動によって独ソ戦争が始まると、フィンランドはあくまでもナチスとは無関係とはしながらも、ソ連に宣戦布告し、継続戦争が始まったのでした。大国であるソ連に対し、フィンランドは勝つことはできませんでしたが、自国の独立を守りきりました。一方、目立った抵抗をせず、血を流さない選択をして併合されたバルト三国では、ソ連による圧政が熾烈を極め、バルト三国の指導者と知識層は根こそぎ粛清されました。ウクライナが簡単に降伏しないのは、このような歴史を知っているからなのでしょう。冬戦争と継続戦争という2つの戦争で、フィンランドで約8万5000人、
ソ連で約32万6千人、合計で40万人以上の戦死者が出ました。2つの戦争を経た挙句、結局は戻せなかった国境線のためにこれだけの命が失われたのです。太平洋戦争での日本の死者は約310万人と言われており、この数に比べればフィンランドの払った犠牲は小さいということもできるかもしれません。確かに世界地図を広げてみると、戦場となったカレリア地方は消しカスのような大きさです。しかしこの小さな領土のため、何万人もの人が命を捧げたのです。そこにはそれだけの意味があり、それだけの価値があったのです。無抵抗は平和をもたらしません。外交や話し合いが通用しない国もあることを歴史が証明しています。冬戦争でソ連に取り上げられたカレリア地方は未だにフィンランドに帰ってきていないのです。自ら血を流さない国を一体誰が守ってくれるというのでしょうか。自分の国は自分で守る。国を守るために必要なもの、それは覚悟であることをフィンランドやウクライナは教えてくれたのではないでしょうか。日本にも原爆開発計画が存在していた。1945年8月、広島と長崎に原爆投下。アメリカで進められていたマンハッタン計画によって人類史上初の原子爆弾が生み出されましたが、実はこれとほぼ同じ時期に日本にも2つの原子爆弾開発計画が存在していました。陸軍2号研究と海軍 F 研究。一発で戦局を変えうる核兵器に日本軍首脳部は注目します。原爆を落とされた日本が落とす側に回っていたかもしれない未来。次回、学校では教えてくれない日本史、核を持った日本。